平野翔、岩優太、神宮寺優太がモテ男ランキングトップ3独占。ファンが熱狂する理由とは、平野翔、岩優太、神宮寺優太が国民的彼氏候補に、ナンバーアンダーライン愛のメンバーがモテる理由を大公開。日本のエンターテインメント業界は長年にわたり世界中のファンを魅了してきました。その中でも、ボーイズグループの存在感は近年ますます高まっており、 彼らのパフォーマンスは国内外で評価を受けています。特に INI やジョアン、B、First、そしてナンバーアンダーライン I の4組は、その個性や実力によって強いファンベースを築いており、SNS やテレビ番組、音楽シーンでも広く注目されています。彼らが単に音楽を提供するだけでなく、その人柄や個性もファンを引きつける要素となっています。最近のアンケート調査では、 一番モテそうな人は誰という質問がファンに投げかけられました。上腕 i n i b ファースト、ナンバーアンダーライン i のメンバー32人から選ばれたトップ3にはナンバーアンダーライン i のメンバーが独占する結果となり、ファンの間でその魅力がいかに強く支持されているかが改めて証明されました。特に1位に輝いた平野翔は、他のメンバーと比べても圧倒的な得票率を誇り、 彼の存在感の大きさが際立ちます。平野翔がこれほどまでに人々を魅了する理由の一つとして、その多彩さが挙げられます。彼はナンバーアンダーライン愛としての音楽活動だけでなく、ファッション業界でも注目されており、特にイブ、サンローラン、ボーテのアジアアンバサダーとしての活動は話題を集めました。9月に公開された新ビジュアルでは、彼の独特のスタイルと魅力が多くの人々の目を引き、 インスタグラムに投稿された写真や動画にも多くの反響が寄せられました。男性ファンからも、メンズですが買いたくなった、といったコメントが見られ、平野の影響力が異性、同性を問わず広がっていることがわかります。さらに、彼のモテエピソードとして語られるのは、幼少期からすでにその魅力が周囲に伝わっていたことです。小学校4年生のバレンタインデーに64個ものチョコレートをもらったというエピソードは、 彼がいかに早い段階から周囲の人々に愛され、引きつけていたかを物語っています。こうした逸話は、彼の天性のカリスマ性や親しみやすさを強調し、ファンの心をさらにつかむ要因となっています。一方で、平野翔の人気は単にルックスや才能だけにとどまりません。ファンの間では、彼の性格についても多くのコメントが寄せられています。絶対的に顔面偏差値が高い。 性格の良さや男らしさが魅力といった意見が多く、外見だけでなく内面的な魅力がファンの支持を集めていることがうかがえます。これは彼が常に謙虚であり、周囲への気遣いを忘れない姿勢が多くの人々に感銘を与えているからでしょう。彼の存在感は、まさに圧倒的スター感に満ちており、それが多くの人々にとって憧れの対象となっています。次に、 2位にランクインしたのは同じくナンバーアンダーライン愛の岸優太です。岸の魅力は、温厚で天然な性格にあります。彼の無邪気さやユーモアにあふれる一面は、バラエティ番組でもよく見られるものですが、彼が持つギャップが特にファンを引きつけています。普段は穏やかで柔らかい印象の岸ですが、ステージ上ではクールで情熱的なパフォーマンスを見せることができ、その2年生が彼をさらに魅力的にしています。 彼自身もファッション誌、モアのインタビューで、自分のモテポイントは、ギャップにあると語っており、ファンがその点に共感していることがうかがえます。また、岸優太は自分では、女性にモテないと感じているようですが、SNS では、本人が気づいていないだけ、十分に魅力的だから心配しなくても大丈夫といった反応が多く見られ、彼が実際には多くのファンに愛されていることがわかります。 彼の人柄やユーモアはもちろんですが、何よりもその自然体な魅力が、性別や年齢を問わず幅広い層から支持されている理由でしょう。最後に3位に選ばれたのは、同じくナンバーアンダーライン愛の神宮寺雄太です。彼は、国民的彼氏とも称され、その紳士的な振る舞いや優雅さが多くのファンに愛されています。旧ジャニーズ事務所、ゲンスタートエンターテイメントに所属していた頃から、神宮寺は、 ファンやスタッフに対する気配りができる人物として知られており、今回のアンケート結果でもその点が強調されました。彼の優しさや誠実さは、単に異性からの人気だけでなく、同じ男性からも評価されるポイントです。神宮寺の多趣味な一面も、彼の魅力をさらに深めています。音楽や演技だけでなく、趣味を通じて多くの話題を持ち、相手との会話を楽しませる能力を持っていることが、 彼をさらにに魅力的にしているのです彼の落ち着いた雰囲気と知的な佇まいは、まさに王子様としてのイメージにぴったりであり、多くのファンが彼を、絶対にモテると評するのも納得です。このように、今回のアンケート結果は、ナンバーアンダーラインアイのメンバーがいかに多くの人々に愛されているかを改めて示しています。平野翔、蘭優太、神宮寺裕太という3人がトップ3を独占したことは、 彼らの個性と魅力が多様でであり幅広いい層に支持されている証拠です彼らの魅力は単なる外見や才能だけでなく、その人柄やギャップ、多面的な個性が重なり合い、ファンとの強い絆を築いているのです。また、このアンケート結果は、現代のアイドルが求められる要素についても示唆しています。単に外見が良いだけではなく、個性や人柄、 そそしてての人ががが持つつストーリーリ性がファンを引ききけるる大なな要素となっていることっいこえます現代のファンはアイドルの表面的な魅力だけでなく内面的な深みや共感できる要素を求めているのですナンバーアンダーラインアイのメンバーたちはその期待に依頼多くの人々にとってモテる存在として輝き続けています今後も彼らがどのような活躍を見せるのかさらに注目が集まることでしょう 彼らの才能や人柄がより多くの人々に伝わり、これからも幅広いファン層を魅了し続けることは間違いありません。ナンバーアンダーライン愛は、単なるアイドルグループを超えた存在として、これからも日本のみならず、世界中で輝き続けるでしょう。ナンバーアンダーライン愛のこれからの展望を考えると、彼らの活動は単なるエンターテインメントにとどまらないことが予想されます。平野翔、岩優太。ユータ 神宮自由太という3人のメンバーが示す多様な個性は、今後ますます多様な分野での活躍に結びついていくでしょう。音楽やパフォーマンスだけでなく、ファッション、映画、テレビドラマ、そしてバラエティー番組といったさまざまなエンターテインメント分野で彼らの影響力が拡大していくことが予測されます。その一例として、平野紫がすでにファッション業界で大きな存在感を示していることが挙げられます。彼はすでにイブ。 サンローラン、ボーテのアンバサダーとしての活動を行っており、彼のスタイルやビジュアルが世界中で注目を集めています。このようなファッション界での成功は、今後さらに他の高級ブランドや国際的なコラボレーションにつながる可能性があります。また、ガン・ユータや神宮寺・ユータも、それぞれの特性を生かして他のクリエイティブな分野に進出することが期待されます。さらに、彼らの人柄や個性が強調されることで、 より多くのファンとの絆が深まっていくでしょう。ファンが彼らに魅了される理由の一つは、彼らの、短さや、親しみやすさにあるからです。アイドルというと、どこか遠い存在のように感じることもありますが、ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちは、常にファンとのコミュニケーションを大切にしており、その姿勢がファンにとって非常に魅力的です。彼らはファンイベントや SNS を通じて、 常にファンとの距離を縮める努力を続けており、それが彼らの人気を支える大きな要因となっています。また、彼らが表現するギャップも見逃せません。岸優太が示すように、バラエティ番組での天然でユーモラスな一面と、ステージ上でのプロフェッショナルな姿とのコントラストは、ファンにとって大きな魅力です。このようなギャップは、単なる偶然ではなく、 彼らが多面的な人間ととししててての深みをを持っいいることを示しています人間味あふれる姿とスターとしての一面を両立させることで彼らはアイドルの枠を超えた存在となっているのです。その上でナンバーアンダーライン愛が他のボーイズグループとどう差別化を図っていくのかも興味深いポイントです。j アンや INI、B といった他の人気グループも同様に大きな支持を受けていますが ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちはそれぞれが持つ個性と背景を最大限に生かしながら独自の道を切り開いていくことでしょう。例えば神宮寺勇太の国民的彼氏としての立ち位置は他のメンバーにはない得意なポジションです。彼の丁寧な振る舞いや気配りはファンだけでなくスタッフや関係者からも高く評価されておりこれからもその紳士的な姿勢で多くの人々を魅了し続けることが予想されます。 今後の活躍の中で彼らがいかにして世界に向けてその才能を発信していくかが一つの鍵となります。上腕や INI はすでに K-POP スタイルを取り入れたグローバルな戦略を展開していますがナンバーアンダーライン I も独自のスタイルで国際的な舞台に挑戦していく可能性があります。特に彼らが持つ日本的な美意識と世界基準のパフォーマンス力をどのように融合させていくかが今後の重要なテーマとなるでしょう。 彼らの活躍が日本の文化をさらに世界に広める架け橋となることを多くのファンが期待しています。